ここにいるみんなの安全を守るための責任者をしている、そして副保安官のニック・オフィー・ビーザー、皆さんどうぞよろしく。さあ、さあ、それでは皆さんにお願いがある。私たちが住んでいるこの場所、実は大変危険な場所で、なんならこの壁の向こうにはディーゴン率いるスモーカーズという凶悪な侵略者がいる。奴らは多くの武器を持っていて、かなり危険な連中だ。もちろん見張りは我々の仲間がしているので、皆さんにはそれとは別のことに協力してほしい。それはな、もしスモーカーズ奴らがここを襲ってきた時には、皆さんが我々を仲間として一緒に戦うことだ。今からはその戦い方を全員に教えよう。さあ、みんな手を上に上げて、手を高く上に上げて、もうちょっと伸ばそう。はい、手を上げて、親指を出して、その親指は下に向ける。そう、この作った手を襲いかかってくるスモーカーズに向けて思いっきり振れ。君たちは冷たい。一生懸命やってるのを笑わないで。つらいよ。でもな、確かにこう手の動きだけじゃ戦えないと思って、ちゃんともう一つアイデアは考えてある。みんな座ったまま、明日足を地面にこうやって踏みつけて音を出すんだ。もっと強く、もうちょっと速く、足元に嫌いな奴がいるぞ。踏め、踏みつけろ。ストップ。みんなイライラしてますね。足の動きすごいぞ。じゃあさっきの手と今のこの足の動きを2つ同時にやってほしいんだ。全身を使うぞ。みんな一生懸命やってくれ。構えて、さあ、一度、あ、スモーカーだ。はい、そう、はい、もっと強く、もっと激しく、ストップ。素晴らしいブレイクができたじゃないか。このブイング、このブイングをやってスモーカーズを絶対に追い返してほしい。みんな、みんなの力が自分のだと。ヘッサー、ニック、このブイングすごい良かったんですけど。良かった。今のなんかもっといいブイング出そうだなと思って。アイディア出そうか。なんかこの子供を見てたらいいアイディア出そうだなと思って。その子供を見てたらアイディアが出てくる。分かった、一生懸命考えろ。頑張れ。はあ、ちゃんとアイデアかけるぞ。出ました。出たか。待て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 、リーダー、いいアイデア出たんだけど。雲の格好した男の子がいるんです。雲の格好した男の子、ちっちゃい、かわいい。でもね、ほとんど見えない。じゃあな、分かった、そのアイデアを見たいから、まずはこっちから行こう。ニック、この子供ですよ。どの子だ。この子です。もうなんかいっぱいいっぱい、なんか線ついてる。その子ちょっと叩いて、叩いて、叩いて。その子、分かんない。立ってもあんまり変わらなかった。その子を見て思いついたのか。はい、じゃあニック、そのブーイングやってみせろ。まあ、ブーイングっていうか、なんだ、もうこれでいいんじゃないかなって。ブーイングじゃなくて、なんかこれだったら寄ってこないかなって。俺には難しいな。こうやってれば寄ってこないのか。寄ってこない。なるほどな。確かにそういうのがあってもいいかもしれない。みんなブーイングじゃなくて、ブーイングじゃなくて、
らしいな。待て、ちょっと見たいな。じゃあ、リンク、こっちの半分でお前のアイデア見ててやれ。いるぞ。あ、スモーカーだ。はい。チビ、もうちょっと動き欲しい。ビーダー、それをみんなでやってくれ。いくぞ。あ、スモーカーだ。はい。動きはいい。でもね、何も出てない。全然俺動けるから。そうじゃないんだよ。戦う方法、ちゃんとした戦う方法がなかった。じゃあみんな初心に帰ろう。手はしっかり相手に振る、足はしっかり踏みつけて音を鳴らす。もししたい人がいたらどっちのアイデアやってもいいです。さあ構えて、いくぞ。あ、スモーカーだー。はい、もっと大きく、もっと強く。ストップ。さっきよりブイング強くなってんじゃないか。みんな素晴らしいよ。それさえやってくれれば必ず相撲を画像に返せるはずだ。そしてもちろん我々の仲間がここに帰ってた時には、今やってくれたみたいな温かい拍手で迎えてほしい。この2つしっかりと覚えておいてくれ。楽しそうにするな、お前。リク、俺たちは仕事に戻るぞ。未来の地球、環境破壊による温暖化はついに北極と南極の氷を全て溶かし尽くした。あらゆる陸地は水で覆われ、海の底深く横たわっている。ここはウォーターワールド。人類はいくつもの水上要塞を築き、生き延びるために日夜戦っている。彼らの願いは本物の乾いた土地、ドライランドを探し出し、そこに移住すること。しかし、悪の帝王ディーコンの率いる凶暴な侵略者たち、スモーカーズは、誰よりも早くドライランドを発見し、支配しようと企んでいる。ディーコンに立ち向かえる者は誰もいなかった。あの男が現れるまでは。チーフは、お前生きてた。
おい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 、気になって集中できなかったじゃないか、そこのオレンジ色の3人組。え、どっかから逃げてきたの？おいおいおい、やめとこうか。ここにいる奴らが必要になることがあるかもしれん。これしまっとけ。お前の連れか、この俺の目をえぐり出した野郎だ。対決したいのか。いいだろう、ゲームをしよう。女を見合ってろ。お前たち何か捉えたか。この男です。土を持ってました。ああ、土か。なるほど、生き方を知りたいだろう、ドライランド。さあゲーム開始だ。最初に話してくれた奴が生き残る。どうだ。やめて、彼は知らない。え、言うな。そうかい、ゲームはお前の勝ちで生き残りだ。そしてお前の負けが決まったな。そいつを落とせ。さあゲームはもういいだろう。ヘレン、ドライランドはどうやって行くんだ、教えろ。それとも次はお前か。X がすげえ速さで向かってます。ちょっと待ってろ、撃て。さあさっさと入れました。消えた、潜ったんだ。あいつ水の中に潜っちまった。そいつはマリナーだな。撃て、撃ち殺せ。マリナー、お前たちも立ってるな。ユルカリナスの体を駆除しろ。行け。おいヘレン、まだ話は済んでねえな。どこにも逃げられやしねえぞ。女を捕まえておけ。おい、マリナがこっちに来るぞ。俺様のこの目でも確実に捉えることができる。モタモタすんな。バーノ、俺様がやれっつったらやるんだ。あいつの首を立ってこい。よし、やれ。やってくれるじゃねえか。俺たちは銃を持ってんだよ。あいつは水だけで俺たちを蹴散らそうってのか。
ゃないか。支配するのは人間か魚か。ナリナ、ボート出すわ。どこにも行けねえよ。ボートに穴が開いてたらな。うおっ、どこまでも間の悪い男だ。うらっ、なんだと。俺様の飛行機に当たっちまったじゃねえか。おいマリナ、嘘だろ、こんなもんか。まだ遊ぼうぜ。なんだ、まさか来るぞ。お忘れ物。